ロッテのドラフト1位、上田望美吉章内野手がプロ初のマルチ安打をマークした。7番、三塁でスタメン出場し、2回1死で中日先発、枠井のフォークを捉えて中前打。4回1死では直球を中前に弾き返した。約1ヶ月半の二軍生活を経て、この日一軍に昇格。僕の場合は一発勝負。ファームでやってきたことを出したいと先発起用に答えた。